こんにちは、はるけです。今回はフラッシュバックアルフォンソ・デイビスを使っていきたいなと思います。スキル5、逆足4の選手になります。フラッシュバックということで能力高くなってます。ペースはカンスト99になっていて、パスが上手くなっていて、そしてドリブルも軽くなってます。で、守備に関しても80まで行って、体幹は83ということになってますね。で、フィジカルも81ということで、ジャンプもね、高くなってます。まあ、空中戦にも対応できるという選手になりますね。で、プレイスタイルに関しては、プラスで、このウィップドパスかな、クロスの、プラスがついているということ。そして、あとはインターセプトだったりとか、ラピッド、そしてクイックステップ、トリベーラなんかもついてますので、まあ、5つではあるんですけれども、結構、まあ、すべていいプレイスタイルかなと、個人的には思ってます。で、今回ケミストリースタイルはバックボーンをつけて、使っていきたいなというふうに思います。で、またですね、これまで自分が愛用をしていたウィンターワールドカードのハバーツだったりとかと比較をして話をしていければなと思います。じゃ、それでは試合に行きましょう。さあ、改めましたんで行きます。アルフォンソ・デイビス、めちゃくちゃ自分は期待をします。めちゃくちゃちょっといいんちゃうかって思ってます。やれるんかと、やれんのかと。お、ハバーツいるね。ちょうどサムカーリベリーレンタルでいるぞ。強いね。まあ、この試合 CF 一発目なんで、まあちょっと怖いですけれども。で、今回は5バックでいきます。5-2-2-1 のウイングバックで、いきたいと思います。アルフォンソ・デイビスね、ほんまにね、ウイングバック最強戦車と思いますね。まあ、5バック使わない方もね、おられるかもしれないけど、ちょっと今回は LB で。あ、あとちょっと待って。そうだ、金のウバメカの。ちょっと金のウバメカの変えさせてほしいです。金ウバメカのが。頼む。OK、ウバメ。金のウバメカのが。ナイスナイス。カモン、アルフォンソ・デイビス、アルフォンソ・デイビス。おう、 PK ない。あ、待って、4-3-2-1になってる。とりあえずウパメーカーの、いや、4-3-2-1でもちょっと良かったな。上がってくるタイミングが素晴らしかったね。リオね、リオね。オッケーオッケー。 CF に木のウパメーカーの投入しました。まあ、デイビス本当、まあ、ケミやね。バイエルン入れないとちょっと厳しいかも。やけど、まず一つデイビスのいいところ見れたんじゃないかと思います。やっぱ速い。うん、全然スピードが違うわ、そもそもので。別にケミストリーとかでも上げてないんで、上げてなくてこれはもうやばい。デイビスどこ？これか。あとはクロスのプラスね。それを見せていきたい。あ、いいクロス！おー！素晴らしいね。ここは別にハバーズと変わらないですから、クロスのプラスに関しては。とりあえず1点だけ取らせて、取らせてもらっていく。ちょっと。守備ね、あとは守備。さあ、デイビス、彼は能力以上の強さがあります。そして速い。さあ、アルフォンソ・デイビス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 、デイビス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 、レッツゴー。あの速さがありますから、めっちゃ止めるな。やばくない？普通にめっちゃ早いでしょ。むちゃくちゃ早いし、やっぱね、めちゃくちゃいい。さあ、エウゼビオ、これ1点決まる。エウゼビオ1点決まる。ナイスナイス、1点ナイス。エウゼビオ、いや、デイビスこれやっぱいいわ。もうなんか開始20分弱やけど、めちゃくちゃよくない？画面から見てでもちょっと伝わる速さ。オフじゃない。
ないオフやん。いやこれちょっと LB、 まあもしくはウイングバックとしては、あとはバックボーンで自分はパスの部分上げてますんで、こう斜めのパスなんかも、いやデイビスやばいわ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。ああ、いやめちゃくちゃいいな。まあ、あとは守備ですよ、守備ですよ、守備を見ていきたい。ただ一回守備ね見せてくれたから、本当にね能力以上にね強さを感じるのよ。でこの後の攻撃性能、ブンブーン。そしてクロスのプラス、ああ惜しい。まあ、デイビスがクロスのやつつくのは多分初めてかな。なんかクイックステップとかその速さ系のプレイスタイルついたことはね特殊カードでありましたけど、正直もう速さはもう分かりきった。ああ勝手に取った。マジで守備能力はね気にしなくていいんですよ、ほんまに。取れるから、取れるし取ってくれる勝手に。いやえぐい、アルフォンス・デイビスやばいでしょ。この攻撃性能半端ないわ。ちょっと2試合目いきましょう。さあ2試合目いきます。ほんと1試合目はなんかデイビスの良さが詰め込まれたような試合でしたけれども、まあまあもうちょっと皆さんに見ていただきたいという思いがあって2試合目いきます。まあ、やっぱウイングバック、まあ、サイドバックでもいい、ただあの上がらせた方が絶対ですね、上がらせた方が絶対マジでいいから、マジでいいのよ。うわフリット、ただフリットにも負けないスピード、ちょっと見せてくれたよ。ただスピードで行き過ぎました。あちょっと待って待って、ウパウパウパ、ちょっと待って、ウパ変えよう、ウパ金ウパメカのやめて、 CF に金のウパメカの連れてくるんだけど本当に。 OKOK、 あっこも今のところもデイビス使いたいけど、まあまあまあ、デイビス、デイビスどこ行った？ああ、オーストおるね。わお、詰め込め！よし、よしよしよし、詰め込んだ、詰め込んだユーゼが、でかい。今のクロスもね素晴らしかったです。だからファイアワークとか、まあ、よりこうちょっと冷たいって方は。このデイビスからのクロスっていうのも一つ武器になるんで、このウェルベックみたいな高い選手を、まあ、ファー側に置いておくっていうのもいいかもしれないです。正直自分で行くのもよし、クロスで、まあ、クロス上げるのもよしっていう風な感じなんで、どっちでも本当に最高峰にできるのがデイビスなんで、めちゃくちゃいいです。普通に中にも切り込めるし、クロス上げても一級品のが、まあ、飛ぶようになってるんで、ほんまにえぐいなこれ、ほんまにえぐいと思うこれ。デイビス、まあ値段はねちょっと高めですよ、やっぱサイドバックとしては80万ぐらいですから。あちょっと待って、あーサンダーストラックやめて、強すぎやろ。ただしかしちょサンダーストラックとか持ってるんやったらちょっと怖いな。ちょっと2点目取りたい。あナイス、イエス。ちょっとデイビス経由せずごめんなさい。いやパス欲しい。そ素材がねちょっとだんだんなくなってはきますけれども、 OK ナイス。一応80万ぐらいするかな、ブルーノと同じぐらいだと思います。あの値段は価格的には SBC だ、結構高い、思ったより高かった。もうちょっと安くで来るかなと思ったけど、ただ使ってみたら
あ、やばい、もう全部入る。ロナウジーニョのシュート強すぎるって。やっぱ持ってたら勝てるな、この選手は。ロナウジーニョ、さあデイビス、ただいや早っ。カフーか、カフーもちょっと食らいついてくるね。サムカーこれ絶対 Y やな。めっちゃ強いな。ナイスデイビス、守備守備ナイス。おおおお、早っ早っ。エウゼビオ今の勝手に突破していくんやばくね。デイビスこれ2点差つけたら、2点差つけたいな。でも2点差つけたらな。惜しい、横パス出せたか。ちょっとデイビス経由でね、2点いきたいね。1点やったらちょっと怖い。うん、惜しい。 OKOK、 いいよ。ない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 。デイビス経由、ちょっとデイビス経由無理やな。絶対 Y、 絶対 Y でサムカー。さあデイビス、カモン。さすがに無理やな、早すぎたが。相手カバーが良かった、ね、ナイスブルーノ。え、ちょっと早出し欲しかった。いやパスもナイキ、危ねえ。ナイキーサール助かった。ヤイスヤイス。やっぱバックボーンつけた方がね、パス面がうまくなるからいいね。あ、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。でテクニカルは確かついてなかったよね。でコントロールスプリント、まあコントロールスプリントも全然ちょっとやってみようと思います。あ、お、デイビス。あ、惜しい。おおおお。オフか。デイビス、今見た、勝手に取っていったよ。勝手に寄せに行って取ってくれた。やばい。前線が怖すぎる。バペサムか、ロナウジーニョ。いいね。あ、いるぜ。デイビス使いたい。中入れ。いや、パスうま。耐えろ。いや、惜しい。パスうまいな。あ、デイビス。パスうまかったな。ちょっと1点取ろう、1点取ろう。デヨング、いや、バッペ早っ、バッペ早っ、早すぎ。それはない。ちょっとこの攻撃で逆転しよう。前半を逆転して終えたい、そういう風に思っております。いや、スターリング耐えてくれ。強いな。シュートは、シュートも一応打てなくはない。冷静さ84とかやねんけどね。なんか全然いいわ、全然いいし、決定力70、決定力76か。まあシュートはそこまでですね。入ったらまあラッキーみたいな感じなんで、やっぱりこうサイド突破
サイドを切り裂くみたいな選手として使いたい。 OK、 とりあえず1点取ろう。デイビスが上がっていってるぞ。ワンチャン、いやーマジか。ファールない。なんかでもまずもう初速が違うような気がするよね。デイビス、いいよ。あ、やばいんちゃう。危ねえ、危なー。負ける可能性あるぞ。え、かぶったー。かぶってクリアもできんかった。やばいなこれ。ナイス。さあサリン、ファール。とりあえずちょっと同点やな。ナイス。いやー強いなー。あ、ナイスルーク。いいぜ。取れへんな、足出ねえな。さあデビス、あとはジョッキーはね、ジョッキーはねそんなに軽い選手ではないですね。ジョッキーは軽いとか細かいとかっていう選手ではないですね。あ、やばくない。めちゃくちゃ入るな。もうメンツをめちゃくちゃ生かされてるな。負けるなこれ。いやー厳しいな、強いな。いや何をしてるストーリング。あ、ナイス。いや貫通しねえ、貫通しひんな。とりあえずちょっと1点取りたいな。これ頼むよ。サムカー早すぎ、サムカーが早すぎた。まだ68いけるか。スターリング、ネイマー変えよう。もうアダマとデイビスで最高のウィングバック、これでいきましょう。スローインどうなってんねん。わあ、オッケー、ナイス、いいよ。神、あといて。あ、これで1点いこう。これで1点いこう。デイビス上がってこい。はい、にゃー。にゃー、牙動かしだからねこれ。さすがエルゼ。え、ファールか。ちょっと逆転だけさせてもらっても
いいですか、デイビス・ケイじゃなくても。ナイス。あ、デイビス・ケイいける。デイビスでこれもぶち抜くよ。おらおらおらぶち抜け。惜しいよ。さすがにちょっと3人目はね、厳しいものもありました。あ、デイビス、ナイス。この守備力だから。あ、ちょっとやばい。オッケーオッケー。デイビスのね、スタミナがあれへん。ちょっと待って。デイビスのもうスタミナがあれへん。あ、ダマトラオレ。レベック。すいません。本当に。デイビスさんには申し訳ない。全然取らへんな。足出してくれ、デヨング。いや、デイビスマジ神。パスもうまい。デイビスマジ神。エウゼビオ！いや、マジで良くない、デイビス。攻守にわたって。ただもうスタミナがあれへん。スタミナは、どんぐらいやったやろ。87か。まあまあまあか。ウェルベック変えましょうか。バロイ。バロイ行こうか。うん、バロイ行こう。エグゼも変えた方がいいんかな。エグゼも変えるか。ムーリエルで行こう。よし。勝てるよ。勝てるよ、これ。もう、ちょっと普通に、普通に行きます。あ、なんでどっか行っちゃった？あ、なんで？あ。デイビス神。何の問題もないです、守備。いや、出せれば。OK。ラストやな。ラスト。時間あるよ。いやー。終わりかな。延長やな。あ、え？あー。いやー。まあまあまあ。ちょっと長くなっちゃうかもしれませんが。延長でのデイビスも。まあデイビス、ちょっと、逆転します。逆転しよう。とにかく。素晴らしいな、デイビス。いや、強っ。なんで、なんであれ弾くんやろうな。ナイス。ブルーノ素晴らしい。いやー、相手は弾いても相手の方行くな。いや、取れない。取れない。さあ頼むよ。いや、読まれてるか。ナイス。ちょっと前線が怖すぎるな、相手の。デイビス頑張れ。スタミナがもうない。オッケー、ナイス。なんで弾くんこれ。
なんで？なんで？なんで弾くんこれ。ナイス。あるな。いや、もうデイビスがスタミナ、あれ。あれへんか。よ、よいった。よいったぞ。いや、もうあれへんな、スタミナが。スタミナあれへんな、もう。弾きすぎじゃない。さすがに。もうデイビススタミナあれへんな、もう。よし。ちょっとデイビス疲れてますんで、一旦デイビスをちょっと外して試合をしていこう。デイビス休憩させてやるな。いや、どこに出してんねん。パスひどかったな、今の。OK。デビスあるかな。いや、結構取られるな。どうしよう。褒め返っていいですかね。取られるな、普通にサイドチェンジが。4-3-2-1に変える。もうデイビスがもうヘロヘロなんよな。でもちょっとデイビスの方を上げる設定やから、まあ変えるか。ちょっとビルドアップしにくいな。残り5分。ロナルディーニョ、これ怖すぎる。あぶね。あぶね。もうロナウジーニョやばいわ。強すぎる。ラスト行こう。じゃあそっちじゃないよ、ブルーノだよ。あるな、ラストあるな。デイビス頑張ってくれ。素晴らしい。いや、カフー強え。ジジ。PK か。あー、 PK。 もうどこ蹴ってくるかもう分からへんわ。ど真ん中か。あぶねー。このマジ俺左押したのに。あぶねー。もうなんかすごい全部読まれてる気がする。いや、
危ねえ。よデイビス、ナイス。イエス、カイル・ウォーカー、ぶち込め、カイル・ウォーカー。 GG。 ちょっともう最後の PK は本当にごめんなさい、もういらないね。デイビスもう何も関係ないから。ウォーカー、ウォーカーさん急に走ってくんのやめて、マジで。 GG。 やっぱ CF は強いね。でもデイビスに関してはもうめちゃくちゃこの2試合とも本当によくやってくれた。全く不満はありません、全く不満はない。ではハバーツとの比較で言うと、正直ね、もちろんハバーツも強かったけど、ちょっとデイビスがねレベルちょっと違うなっていう風に思いますね。特に攻撃面、攻撃面のこの貢献度っていうのが、もうハバーツに限らずですけど、もうすべての LB の中でトップだと思いますね。でまたそういうトップの攻撃力を持ちながらも守備でも普通にね取ってくれたりとか、勝て取ってくれたみたいなシーンね、皆さん見てもらった通りあったと思うんで、守備に関しても別に不満はないです。なので、まあ、ハバーツと比較すると、SBC 価格自体はね、すごく差があって、まあ、ハバーツの方がコスパは良かったんですけど、デイビスも十分その価値はあるし、全然、ハバーツ、まあ、安いからこっちの方がいいっていうわけじゃなくて、作った方がいい、デイビスは。これぐらいの値段やっても。80万ぐらいですか？これはね、作った方がいいです。まあ、ケミが、合わないっていう方だったらまあ難しいかもしれないんですけど、正直めちゃくちゃハバーツに取って代わられるような、まあ、てか全 LB に取って代われるような存在かなというふうには思います。なんでまあぜひちょっと皆さんも気になる方は作ってみてほしいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。